日ごとの糧、2021年11月3日。モーセがアロンに、私に近づく者たちに、私が聖なることを示し、すべての民の前に栄光を表そうと、主が言われた通りだ、と言うと、アロンは黙した。レビ記10章3節。あなた方は、自分が神の神殿であり、神の霊が、自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。コリントの信徒への手紙第1、3章16節。私たちの中に聖霊が注がれており、そのお方を宿す神殿としての存在であるということを思い出し認識することは、とても大切なことだと思います。私たちの個人個人の魅力を超えて、聖なる神の霊が、私たちの内側から輝きを放ち、私たちを整え、神様の麗しさや優しさを私たちの生き方を通して表明させようと神様は考えておられるようです。そもそも自分が聖霊を宿している神殿としての存在を意識しているかどうか、自分の生き様が神殿としてのふさわしさを保っているかどうかというのを考える価値はあるように思いますね。神殿のメインテーマは何かといえば、礼拝の場ということなんだと思いますけれども、自分の存在が神を礼拝しながら生きるということを大切にする。神を礼拝する。神に感謝をする。神を賛美する。神を喜ぶ、神を愛する。そしてその愛を受けて他者を愛する、命を愛する、そういう生き方、まあその中にきっと神様の麗しさがどん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 広がってくるんだと思いますね。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。そのことを知って、しっかり生きていきたいと思います。祝福ありますように。